あー失礼なことしてるわ、なめんじゃねえよ、じゃくんじゃねえっつって。昇竜の一番上はキャバ嬢なんじゃないかっていう。はい、どうも青です。こんにちは、そこゆきです。今回の話題はキャバクラ完全攻略ということでお話していこうかなと思います。僕も勉強したい。フリーランスとか会社を立ち上げましたってなると、どっかのタイミングでキャバクラに行かなきゃいけない日が来るんだよ。僕ら言うても割と個人プレイが多い方じゃないですか。それでも先輩経営者にキャバクラ連れて行ってもらったりとか、食事会の二次会とかでじゃあキャバクラ行こうかって誘われること結構あるわけよね。だからそんな時に使えるマナーだったりとか用語集だったりとか立ち振る舞いっていうのをキャバクラに年間5000万使う。いや、そんなね、キャバクラに今年入ってまだ5日で100万使った青木先生をね、ゲストにお迎えして動画を撮っていこうと思うんで、今回はよろしくお願いします。僕もね、言うても短いですよ、キャバクラ歴は1年ぐらいかな。でも言うても僕ほとんど行かないんで、いろいろちょっと質問ぶつけていってもいいですか。まず最初、大前提、夜のお店結構知らない人も多いと思うんですよ。ガールズバー、ギャラ飲み、キャバクラ、ラウンジ、この辺のね、いろんな夜のお店がある中でそれぞれのちょっと解説をね、軽くしていってもらってもいいですか。じゃあまずガールズバーって何なの、はい、これはカウンター越しに女の子がいると、女の子と話しながら飲めるバーですよっていう、これなんか水商売なのかというちょっと微妙なラインですね。バーテンダーが可愛い女の子だよっていうだけ。だからガールズバーなのか、バーテンがガールなわけね。じゃあ横にはついてくれないの。あと横についたら不衛法のあれが必要だから、それダメなんだよ。続きましてラウンジ。ラウンジは定義とはちょっと違うんだけど、まあ、イメージね、素人っぽいお姉さんが来てくれると。綺麗系っていうのは特に逆に可愛い系が多いかなっていうイメージ。ドレスとか着てないね。私服、バック率が低い、もしくはない。専門用語出ました、バック。バックとは何でしょうか。例えば僕が20万のシャンパン開けました、お店にいくら、女の子にいくらっていう風に分けていくんだけど、ラウンジでシャンパン開けても女の子は別にあんま嬉しくないのよ。ちなみにバック率が低いというのは何パーぐらいのことを低いと指してるんでしょうか。20-30% 開けると低いんじゃないかな、界隈によるよね。要は一番大事なのって、何をしたらどんなお客さんだったら女の子を喜んでくれるのってのが大事なの、はい、それを知らないと先輩を立てることができないわけよ。だからラウンジに行って先輩にシャンパンあげてくださいよっていう風に煽ってあげたりとかしても誰も嬉しくないのよ。先輩もお金使って嬉しくないし、女の子も嬉しくないと。そういうことはやっちゃわないためにもこれは知識つけておくべきなんだけど、ラウンジでシャンパンあげても全く意味がないんだよね。ラウンジは同伴とかそういうのは大事。キャバクラは、キャバクラ一方で長時間いることとかはそんなになんだよね。延長料金も高が知れてるし、キャバクラはシャンパンを開けるかどうかっていうだけ、もう本当それだけですと。キャバクラの定義はだから、ドレスを着た綺麗なお姉さんが隣に座ってくれて飲んでくれる場所ね。ギャラ飲みは、ギャラ飲みは出張キャバクラみたいな感じだね。お金払ったら来てくれるっていうぐらいかな。クラブ、あとはクラブってのは結構複雑で、係ってのがいるんだよね。俺も係っていうのがまず各店舗にいて、その係のお姉さんがまず俺と1対1で飲んでくれる。そのお姉さんが俺のタイプっぽい子をどんどんつけてくれるみたいな。だからそこで俺がシャンパンとか開けても係のお姉さんに売り上げがつくから、指名の子にはつかないのよ。係のお姉さんは別に口説く対象じゃないのよね。タッグというか仲間みたいな。ってなるとやっぱ口説いたりとかそういうのが好きな人はキャバクラに連れてった方がいいし、逆にそういうのが疲れてると既婚者でサクッと話し相手がいてくれれば何でもいいよみたいな感じだったらクラブの方がいいよねとか、そういう感じかな。これがまあまず一連の、その中でも特にやっぱキャバクラに行く機会ってのは多いと思う。そこで立ち回りをまずミスらないっていうのが非常に大事。ちなみになんですけど、夜のお店の中で大体費用感で言うとどれぐらいなんですか。まずガールズバーは大体5000から1万円だよね。キャバクラは素飲みって言うんだけど、特にボトルも何も入れずに1時間で帰った、素飲み、素泊まりみたいなとかすると3、4万ぐらいかな、いけるんだけど、結局初めて行った時って焼酎とか開けたりとかしなきゃいけないから、なんだかんだ1桁万後半から10ぐらい、5から10ぐらいね。クラブも似たような感じかな、5から10ぐらい。ギャラ飲みは1桁万かな、延長しなければ。その中でもキャバクラに行くが一番多いと。一旦ね、夜の店の全体像を把握した上で、じゃあキャバクラ深掘っていきましょうか。一応これは先輩経営者に連れて来られたっていう、その時にミスらないっていう構造だから、それを全体に話していくと、まずキャバクラ行き慣れてないから当然フリーなわけね。フリーっていうのはどういう状態かっていうと、指名所がいないっていう状態ですと。先輩経営者は多分指名所がいるんで、こっちはフリーだといったところ、どん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 女の子が回っていくのよ。15分ぐらいついて、丸丸さん丸丸さんって言っていなくなると、こうやってまた来るとっていうのをひたすら繰り返してるのね。これがまあフリーで回っているっていう状態。場合によるんだけど、基本的にその先輩が奢ってくれるんだとしたら、フリーの分の売り上げも先輩につくようになってるっていう状態だから、例えばフリーの子にグラスドリンクをあげたりとかしたら先輩の出費が増えるっていう。グラスドリンクって何なのっていう状態なんだけど、女の子は基本的には飲み物がないのね。もしくは水、もしくはその焼酎、テーブルに置いてある焼酎を水割りで飲むかなんだけど、女の子にグラスドリンクをあげると、例えばジンジャーハイとかスムージーとか、そういったものを女の子はおねだりしてくるんだね。飲んでいい？
なんでおねだりしてくるかっていうと、一杯あたりサービス料とか込みでだいたい1万弱なの、一杯。あのグラスドリンク？そんなすんの？ウケるよね。俺もびっくりしたんだけど。え、だってさ、普通のドリンクじゃない？1万円もすんの？4000円プラスサービスとタックスで 40% とか 10% 増えるから、結局まあ1万弱ね。だから女の子はそのバッグがちゃんとあるから飲んでいいっていうの。だから女の子はジンジャーハイとかを飲むだけで数千儲かるのよ。すげえ仕組みだ。だから聞いてくるんで。悪質アフィリエーターや。いやマジで信じるんだよね。こっちもさ、なんか一杯くらい飲んだらって思ってたらさ、会計1万円とか増えるからびっくりしたんだよね。一杯飲んでいいですか？どうぞどうぞ。あの1万円つけといてもらってみたいな感じなんだよね。これがまず初心者のトラップ。女の子がつきました、フリーでつきました、頑張って喋るじゃん。そしたら私も一杯飲んでいいって言われます。断んだよね普通。別に飲んだらって。でもそれで1万円とかかかっちゃうんだよ。だから本当に好きだったら先輩にちょっと聞いて飲ませてもいいですかみたいな。聞いちゃダメなのかな。よく初心者がやりがちなのが、会計俺じゃないから先輩だから先輩に聞いて、うん、これダメです、うん、断れないから絶対。要は先輩としても、いやお前が気に入ってたら飲ませてあげやっていうだけだから、可愛いな、この子になんか売り上げつけてあげたいなって思ったら先輩に、いやこの子飲みたいって言ってんですけどいいですかっていうのが今正解だ。あんまタイプじゃなかって別に一緒にいて楽しくないなと思ってたらちゃんと断るっていうのも大事なわけね。余計な出費になるから。次のトラップ、もうちょっとここにいていい？え、ダメだよって言わないじゃん普通のコミュニケーションとして。これは場内指名と言います。フリーで回ってんだよね。フリーで回ってる状態でその日とりあえず一旦ここに居座るっていうのが場内指名。場内指名もらうとなんかポイントが入ったりとか、いろいろ女のメリットがあるんだけど。場内指名があるってことはホニャララ指名が他にあるってことですか？本指名。本指名。一旦場内指名の説明すると、まあそういうふうに場内に座ると。それもまあちょっとお金かかるんだよね、場内指名になると。フリーで回ってるよりは。だからそれもまあ先輩にお伺いは立てなきゃいけない。ちょっとこの子場内指名していいですかみたいな。だいたいいいよって言ってくれ。気に入ってない時はちゃんとダメだよって言わなきゃダメ。でも場内指名だと、ただ場内指名の状態でシャンパン開けてもその子に売り上げとかバッグとかは入らないの。そうなんですか、知らんかった。伝票分けてもらわないといけないから。じゃあその子に場内指名でシャンパン入れると先輩の本指名の子につくのになってることが今非常に多い。もしくは誰にもつかないとかね、最悪のケースは。それはその先輩がどういうふうに伝票分けてるかによるんだけど。だからその子を儲けさせてあげようと思ったら一回入れて本指名で入り直してあげなきゃいけない。さすがに先輩に連れてかれてる時に、いやこの子めっちゃいいんで僕一回入れて本指名で入り直しますってのはちょっと変な動きだから、それはいいんだけど、だ基本的にはやっぱ気に入ったら場内指名をする。グラスドリンク一杯ぐらいあげると、先輩にお金出してもらってありがとうっていうのがまあいい立ち回りだね。それがじゃあ初回と。初回、初回。ここで頑張んなきゃいけないのがやっぱアフターだよね。キャバクラって大体1時ぐらいに閉まるから、その後どっかでやっぱ飲むのよ。その時やっぱアフターについてきてくれるかどうかっていうのがあって、先輩と飲んでる時にやっぱ先輩は指名の子がアフターとかで来てくれるんだけど、その時にじゃあ男3人で飲んでました、男3人キャバクラ来ましたってなって、先輩2人はアフターいるのに自分だけアフターいないってなるとちょっと空気が微妙じゃん。どうしようみたいな、22で話して自分1人とかにもしづらいから、先輩がグループトークしなきゃいけなくなっちゃうでしょ。気使うよね。だからちゃんとこっちもアフター1人確保しかない。でもやっぱ女の子たちって自分の指名のお客さんとかのアフターにやっぱ行きたいじゃん、絶対。だからね、取引先だもんね、言うたらね、女の子からしたらね。だからフリーとかフリーでは入ってる状態でアフターを誘うっていうのは比較的難易度は高いんだけど、ただ誘わないといけない、アフター空いてる。そこで何を女の子に感じさせないといけないかっていうと、フリーバックの可能性と言います。これはフリーバックっていうのは、フリーで出会ったんだけどそこで気に入ってくれて次本指名で来てくれるっていうのをフリーバックと言います。フリーからバックしてきた、フロントエンドバックエンドみたいな語呂も似てるしね。このフリーバックの可能性を感じさせると、向こうもまあ一応接待しとこうかなっていう、気に入られとこうかなっていう感じになるから、アフターを誘えるか誘えないかっていうのはフリーバックの可能性をいかに感じさせるかっていうのが大事。そしてそのフリーバックしてきた後に、要は次本指名で来てくれた後どれだけお金を使ってくれそうなのかっていうのはやっぱ女の子見てんだよね。これで先輩を立てようと思って、いやなんか俺なんか全然全然ってやってたら、女の子としてはなんでこいつ接待しなきゃいけないんだよ、なんでアフター行かなきゃいけないの、この男に好かれたところで何の意味ないじゃんって思うんだよ。なんだけどちゃんといやらしくなく、俺もお金持ちなんだよっていうことはちゃんとアピールしてなきゃ、はいはい、俺に好かれたら、俺がお前のこと気に入ったら、次は自分が本指名できてお前に何百万何千万と使うかもしんないよっていうのを向こうになんとなく感じてもらわなきゃいけないんだよね。先輩にキャバクラに連れてってもらった時に、この子ね若くても稼いでるからみたいな感じで結構立ててくれるよ。それはフリーバックを期待させて全員でアフターに行くための先輩の気遣いだった説が濃厚なわけです。そうそうそう。だからそれなんで持ち上げてくれるかっていうと、こいつも後輩キャラで来てるけど、うん、こいつも持ってるよと、うん、こいつにはいいサービス提供してよねっていうことなの。なるほど、そういうことですか。いや褒められてる、えへへと思ってあれは女の子に、いやこいつを適当に扱うなよっていう、はいはいはい、そういうことですね。ちゃんといいサービス提供してよっていう。それ知ってるか知らないかでかいですね。だって褒められてると思った。その時に謙遜するとやっぱ先輩のパスをペ
ーンってやることになるから、まるまるさんほどじゃないですけどみたいな感じで立てつつ自分もっていうのを出すとか大事ね。勉強になりますね。なんとなくこの人に疲れたら私儲かるかもって思わせてあげるっていうのが重要な立ち回りだね。そういうフリーバックの可能性を感じさせて、かつ次フリーバックしてきた時にシャンパン開けてくれるかも、しかもそのシャンパン高いかもっていう風に感じさせることによってアフターに来てくれると。じゃあ個人ではキャバクラあんま行かないんだよねみたいなトークも良くないってこと？絶対ダメだね。そんなに行き慣れてないんだけど今日めっちゃ楽しいからハマっちゃうわみたいな感を出してフリーバックを匂わせるみたいなのがいい立ち回りということですね。よく若手がやりがちなのが、水商売によく行く男ダサいって思ってて、いや先輩に連れられてきただけだからあんま一人では行かないんだよねこういうお店。そんなこと言ったらもうキャバ嬢は興ざめなわけよ、はいはい、なんだよこの時間みたいな、お前ってなんか一人も喋りたくねえよっていう。向こうも仕事だから喋ってるって面も少なからずあるわけですからね。しかもフリーなんてさ、その子のメリットあんまないわけよ。だから言うたらあれだよね、マーケの無料相談会とかに来て、僕マーケティング学ぶ気ないですわ、先輩に連れてきただけなんでって言ってるのもんってことだよね。あー失礼なことをしてるわ、なめんじゃねえよ、じゃくんじゃねえっつっていう風になるわけだよね。だからフリーランスで言ったら発注もらってない状態だけど相談あるからみたいな感じで言われて、相談もしかしたら受注できるかもと思って商談に行くわけじゃん。いや別に全然発注するつもりないんだよねみたいな、だけどただ単にノウハウを聞きたくてって言われて、最低だねそれは、うつえみたいな。でもみんなやるよねこれ、キャバクラだと。それだけは絶対やっちゃダメ、いやこれからも通おうと思っててねみたいな。でもまだいい店見つかってなくて、君めっちゃ可愛いから、いい子がいたらそこに通おうかなって思ってんだよねみたいな。おじさんトークじゃないんだね、今後のフリーバックを狙うためのトークなわけね。おじさんがよくさ、え君可愛いからみたいな言うじゃん。フリーバックを狙うってのは女の子視点の話ね。フリーバックを匂わせるトークなわけね。おじさんが可愛く涼しいんだよねって言ってるわけじゃないのよ、はいはい、女の子に嫌な気持ちはさせないためにとか、気遣いなわけね。その日なんだよってならないためにね。すごいわこの動画、有料級ですよ。ちなみに今日キャバクラに誘われるかもしれないと思った時はサンダルとかやめた方がいいのかな。あ、やめた方がいい、やめた方がいい。どういう服装がいいの、こういう感じ、スマートカジュアルみたいな、別にそんななんかカチッとじゃなくてもいいんだよね。カチッとじゃなくていいんだけど、サンダルはやめた方がいいかな。サンズボンは入れるの？入れるけどやめた方がいいよね、良識の範囲内って感じなんじゃない。じゃあ2回目いきましょうか。いやまだ1日目はこれからまだ、まだまだあんの。アフターいきますと、その時に注意しなきゃいけないのが、アフター何件入ってんのっていうとね、例えばアフターが2件入ってる時は自分を最後のアフターにしてもらわないといけない。2件入ることがあるの？女の子アフターのアフターとかがあるの？そんなことあんの？それさめっちゃ失礼じゃない？1件目の人に、1件目の人だから1時間ぐらいいて帰りますとか言って他のアフターに行ったりとかするんだよ。だそうなると本当に何の可能性も感じられないわけじゃん、男からしてみたら。次の予定入ってるからね。だから、まあ、なるべくアフターもまず被ってないことが一番大事、ずっといてくれるっていうのが大事なんだけど、どうしても被っちゃったって場合は最後にしてもらう。最後もなんか3時とかになるとはーってなるんだけど、2時とか2時半ぐらいかな、1時にお店しまって1時半ぐらいからアフター行くから、合流が3時ぐらいだとまあ耐えかなっていう。先輩とかは先輩風を吹かしたいって来てるわけでもないし、なんでキャバから連れてったかっていうと、やっぱ楽しんでほしいわけよ。それともお金払ってるわけじゃん、そのためにおごってるわけじゃん。だからちゃんと可愛い子見つけてアフターを誘ってアフター来てくれてみたいなのが先輩としてはベストなんだよね。嬉しいわけじゃん、次の日に、いやなんかおかげさまであの子ちょっと行けちゃいましたみたいな感じが先輩としてはなんかめちゃくちゃいいムーブなのよ。もう今の顔まずドアップしといてほしい、超いい顔してた、ね、見ました今の、あの子ちょっと行けちゃいましたみたいな、あの顔大事だからてんなって思った、絶妙に鼻の下伸ばしながらね。そういうのを、まあ、意識するのが大事かな。それさ、そのさっきのアフターの話に戻るけど、先輩と3人で行って先輩ら2人にだけアフターがつきましたってパターン気まずいよねってあったと思うんだけど、こっち頑張って先輩にアフターがつかなかったパターンってないの？あえて先輩がアフターを誘ってないとか、まあ、今日はいいやみたいな、それ気まずくないの？先輩によるよね。その時に先輩も含めてグループトークをするべき時もあれば、その先輩はなんか別にちょっと疲れてるからもう一人でいいやって思ってる可能性もあって、普通に携帯いじってるみたいな、気使って話しかけたらちょっと逆に邪魔になるケースもあるから、それはもうケースバイケースというか顔色伺いながら。アフターはどんな店に行くんですか？普通のバーとか個室のバーとかね、そういうのが多いんじゃない？アフターではどんなトークをしてるんですか？普通にただ話すだけって感じ。その次の立ち回りね、フリーバックの可能性を感じさせるわけじゃん。それでフリーバックしなかった時何がダメなのかっていうと、先輩の顔に泥を塗るわけよ。例えば俺が鎖国を連れてきました、お金持ちだよ、いいサービスしてねっていう感じになっていいサービス提供してくれるじゃん。でフリーバックの可能性を匂わせてアフターまでわざわざ来てくれるわけじゃん、フリーなのに。ってなってんのに佐古くんがフリーバックしなかったってなったら、なんだよってなると、女の子からあいつはなんて客を連れてきたんだと、俺の顔に泥塗られるわけだから、女の子のメリット、女の子のためにどうしたらいいのかってことをちょっと考えてしまう。その視点はないな。
多分これ見てる 99% の人はその視点ないよ。でもさ、確かに仕事で考えたらそうだよね。 YouTube めっちゃ興味あるから話聞いてあげてよって、 YouTube めっちゃ詳しい人紹介してあげて、ノウハウだけ聞いてコンサルはいいっすわみたいな感じで帰ってったら泥塗るよねって話だよね、紹介者に。それと同じだから、やっぱ一回フリーバックしてあげて本指名で入って、シャンパンを分けろとまでは言わないけど本指名でまず入ってあげるってことも大事だし、グラスドリンクをねちゃんと 1,2 杯はあげると、10万ぐらいかな、それで10万ぐらい使ってあげるっていうのがまあ大事だよね。その将来時給まで考えてプラスになるかなって言ってフリーでアフターに来てるわけだもんね。あ、そう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 。だからせめて1回は帰ってあげないと。でもその1回がいい仕事じゃなかったらこっちは通わないわけだし、いい仕事をしてくれたらこっちは普通に好きになって通っちゃうわけじゃん。だからその3回目とかはもうその女の子の腕だから別にこっちも気づかなくていいんだけど、少なくともまあ2回目っていうか初回のフリーの時にはよくしてもらってるわけだから、先輩パワーでアフター来てもらってるわけよ。要はちゃんと次フリーバックしてこの前ありがとうねみたいな感じをするまでがまあセットかな。いやー、それちょっと失礼しました。僕を連れて行っていただいた方も見てると思うんですよ、多分この動画で必ず見てると思うので、大変失礼いたしました。今後気をつけます。そんな気にしないと思うけどね。気にしないと思うんだけど、そっちの方がいいよねって感じ、一般的に考えるとそうだよね。せっかくいい子をつけてもらってフリーなのにわざわざアフター来てもらったんだったら、やっぱ次一回行かないと良くないよね。 LINE 無視とかダメなわけね。アフター来てもらったらやっぱそれ LINE はちゃんと返さないとダメだよね。フリーで回ってる子と LINE 交換したやつは全然無視していいんだけど、なぜならキャバクラ超超超初心者みたいな。え、ここから中級編？中級編行きましょう。中級編になってくるともう先輩とかじゃないよっていう、お前が通ってんだろっていう状態になるわけだね。ここは俺もまだ難しいし間違ってることを言ってしまう可能性はあるんだけど、俺が思うに根本的には女の子のメリット、女の子がどうやったら喜ぶのかってことを考えることが一番大事で、で考えたら例えばシャンパン開けるときは原価引きの少ない、もしくは原価引きがないやつ。原価引きって何ですか？専門用語に言われてもちょっとよく分かんないですけど、20万のシャンパンを開けたときに、仮にお店と女の子が5対5で分けましょうという契約の場合って、20万のシャンパン開けて10万10万になるわけではないよ。この原価を引いて5万円で仕入れて20万の売り値のシャンパンがあったとしたら、あらり15万なわけじゃん。15万を55で分けるみたいなふうになってるのが原価引きのあるとこね。原価引きのないシャンパンっていうのがありますと、もしくはお店、例えば六本木ジャングル、ここは原価引きがありません基本的には。だから原価引きのあるシャンパン開けるのかないシャンパン開けるのかってことをそもそも考えなくていい。そういうことを僕はそう聞いております、女の子から。その割合は低いんじゃないのかもしれないね。一方で新宿ベネ、こちらはキャンペーンシャンパンっていう月ごとにキャンペーンやってるシャンパンがありますと、こちらは原価引きがあります。ただ他のシャンパンは原価引きがあったりとかするんで、ってなった時に女の子が喜ぶのは原価引きのないシャンパン開けてもらった方が嬉しいわけだよね。しかもそれはあれだよね、本指名で入んないとつかないんだよね、大前提。そう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 、だからよくわかんない状態、フリーで入ってなんかこの子かわいいなって思ってシャンパン開けてあげるよって言っても、女の子はいや意味ねえよとは言わなくちゃ、ありがとうって言うけど意味ねえよってこの中で思ってるから、ちゃんと本指名で言ってあげて、シャンパン開けてあげる時には同じ10万のものでもやっぱキャンペーンの原価引きのないシャンパンを開けてあげた方が女の子的には嬉しいと。シャンパンを開けてあげるタイミングっていうのも結構大事で、例えば2日に1回キャバクラ行きますという状態まで飲み込んじゃいましたってなった時に、毎回毎回開けててもあんま意味ないのよ。向こうの脳にしっかり刻み込むためには締め日っていうものがあります。お店によっては締め日が月に2日あるところもあれば月に1日しかないと。仮に今簡単なので月1日としましょう。締め日が月末だとしましょうか。月末になるとやっぱ順位とかもだんだん分かってくるんだよね。私は今月何位なんだろうって、レベルの低い人によってはノルマに達成できてないみたいなタイミングもあると。売上のノルマってそんな少ないと思うけど、今回売上で考えましょう。売上ランキング乗りたい、あとちょっと足りないっていう時に月末で頑張るんだよね、みんな。ってなった時に月初で50万のシャンパン開けてあげるのと、月末のあと30万なんだけどってタイミングで50万のシャンパンパーンって入れるんだったら、月末で開けた方が女の子のマインドシェアやばいんだよね。あの人のおかげみたいな、結局一緒なんだよ。ランキングってやっぱ月のさ合計だから、月の初めで使ってようが月の終わりで使ってようが使ってるお金は一緒だし、貢献度も一緒なんだけど、締め日の直前に使うっていうのはマインドシェアを奪いやすいよね。だけどこれもまた面白くて、そうする人がいっぱいいるから締め日の10日ぐらい前にパーンで突き抜けさせてあげると、ランキングをせめぎ合ってる月末を過ごさせないために締め日の10日ぐらい前にもうスパーンってランキングを超えさせてあげるっていうのもまた表アクションなんだよ。だから変な下心が見えないわけね、その方が。そうそう、締め日にやってきて、ああ私に印象残そうとしてんなみたいな風になっちゃうわけね、普通にやると。その10日ぐらい前にスパーンって使ってあげるっていう、そもそもランキングのこと気にしなくていいレベルまで10日前の時点でもう持ってってあげちゃうっていうのも、まあ、ある種のモテアクションだよね。勉強になります。
あとはね、アフターを毎回誘うってのもやっぱダサいというか、その子もさ、他のお客さん捕まえていくことも大事だから、ちゃんと2日に1回ぐらい行って、やっぱ指名本数っていうものを増やしてあげると、同伴してあげたらなおよしだよね。同伴、はい、分かんない、分かりました。同伴、同伴っていうのは、そのお店に行く前にご飯行ったりとか、お店行く前だね。同伴にはお金かかるんですか？ご飯代をおごってあげるぐらい。あとまあ、そのお店にも同伴料みたいなものを払うけど。同伴料なんですか、そちら。数千円ぐらいなんだけど、プラスタックスはまあ1万ぐらいか、結局。同伴してあげることによって、女の子にポイントもつくし、女の子がしてみたら、外からちゃんと引っ張ってきたみたいな。受注しましたみたいな感じ。女の子は同伴してあげると嬉しいよね、喜ぶね。一番いいのは店前同伴だよね、女の子からしてみると。何、店前同伴って。同伴してる時間、ご飯一緒に食ってる時間って要は時間外労働なわけよ。だからもうお店の前で合流して一緒に入店してあげるっていう。そしたら同伴ポイントがつくわけよね、女の子。で、同伴売上もつくと。だけど女の子からしてみたら、お店の下から一緒にエレベーター登っただけで同伴したことになるわけよね。これ店前同伴っていうのはなかなか女の子からよ。でもお金かかるんだよね。ちょっとね、女の子に喜ばせてあげるっていう。知り合いのアフィリエイトリンク踏むみたいな。そんな感じね。売り上げだけじゃないから、数も大事だから、同伴の回数、指名の本数っていうものをちゃんと担保してあげつつ、毎回はアフター誘わずね、あと別に席にもずっとつかせるわけでもなく、ちゃんと開拓してってもらって、都合のいいお客さんになっておくというのが大事でございます。数回に1回アフター来てくれてありがとうねみたいな。これはまあ中級だよね。上級になると、都合のいいお客さんと見せかけてみたいな。要は女の子がさ、こうやって手玉に転がしてるわけよ、こうやってっていう風に見せかけて、こうやってるっていう状態まで持っていくのがやっぱ上級者なんじゃない。いい感じにあの男から引っ張れてるわみたいな感じに思わせてるんだけど、実はそれも全てコントロールしてるとか。あとはこのお客さんから100万ぐらい引っ張ってやろうって思ってる女の子に突然1000万使うとか、想像をはるか超えていくと、なんかもうこっちが握れるわけよ。どっちのペースなのっていう、ペースをこっちが握るっていうのも大事だから、いろんな手法があるけど、今一番簡単なのは想像をはるかに超える金を使うっていうのが一番簡単だよね。マークは今どのレベルと、キャバクラ偏差値で言うと。いや、わかんないよ。ただまあ一緒によく連れてってくれる人たち界隈ではかなりレベルは低いんだけど、26歳経社界隈でいいだと結構偏差値高いんじゃないかなと思うよ。いいだろエリート集団からさ教わってるわけだからね。基準値がね、いい教育を受けてるんで。歌舞伎町で有名な人みたいな、有名なお客さんみたいなのやっぱいるんだよね、いくつか。あとネット記事にも出てる謎の、歌舞伎ですごいお金を使う謎の人が何人かいる、ね、なんか石油王とか塾の先生とかいくつかいるんだけど。ネットニュースになってんの？ネット記事とかに出てんの。キャバ嬢 SNS に登場する富豪5選、スーさん、マータン、かける、モモセリ、石油王、番外編マレチ、顔も素性も謎、塾の先生、ムー会長。本当だ、この記事ね、面白いよね。この記事、ちょっと待って、大体知ってない？スーさん、マータン、かける、モモセリ、石油王、塾の先生、ムー会長、7人紹介されてんだよね、のうちの誰かからか、非常に勉強させていただいてますと。お前は2代目だと。だから、彼らに比べるとキャバクラ立ち回りだったりキャバクラ知識っていうのは甘いけど、とはいえそんな人たちから教わってるわけですから、そこら辺の26歳よりは多少なりとも理解はあるんじゃないかなと。お金使ってるし、この動画を見ればね、少なくともマイナスポイントはない状態が作れるよね。大失敗みたいなことはしなくて済むんじゃないかな。多少ね、仕組みも分かるわけだし、中長期っていうのが非常に重要で、歌舞伎町狭いですからすぐ有名になっちゃうんだよね。フリーでフリーバックの可能性を匂わせてやるだけやって戻らないとかいうことを繰り返してると、あいつはフリーの男だみたいな風に噂になっちゃって、もうあいつにフリーでいいサービス提供してもどうせリターンねえしみたいな風になっちゃうと。フリーランスと一緒ですよ。とにかく仕組みを理解して、女の子のメリットの高い行動をとにかくしていくというのがまず一番最初なんじゃないかなと。そうすると本当にただ都合のいいだけの男になっちゃうから、そこから先またこのバランス感みたいなのを調整していかなきゃいけないんだけど、そこは時間がかかるわけですね。あとはやっぱメンヘラにならないとかね、ガチで好きにならないみたいな、付き合ってよみたいな風に言うとやっぱこいついた客だなみたいななっちゃうから、どうしていくのかっていう、これもまあ流派いろいろあるけど、逆になんかないの、キャバクラでここよくわかんないんだけどみたいな。フリーってさ、早く回転回してもらうことできるの？10分も長いなって思う人いない？それは黒服との近さというか、たくさんやっぱ通ってたりとか、お店をちゃんとよくしてあげてると、黒服の人にちょっとフリーの回転早めてもらっていいですかみたいな。結局 VIP になるっていうのが大事なわけですね。さっき言ったさ、店前同伴ってさ、 1,2 万かかるわけじゃん。3000円プラスサービス料かけタックス、ちょっとバックがあるぐらいでしょ。で考えたらさ、もう現金で 1,2 万上げちゃう方がいいんじゃないって思っちゃうんだけど。それは裏引きって言うんだけど、タブーだよね、よくないことって感じ。例えばストックさんでさ、ストックさん経由で案件が来ました、ストックさんメンバーとして発注もらってました、クライアントとのコミュニケーションも自分がやってますと。例えば俺が株元さんが取ってきた案件の PM になってますって状態で取引先がいるわけじゃん。半年契約だったんだけど、こっそり7ヶ月目からストックさんを挟まず直契約しちゃうみたいな。それってなんかないわって思うじゃん。そんな感じ。
それ守るんだね、女の子も忠実に。守んない子もいるんじゃない。それこそさ、フリーランス界隈とかだと発注が切れるからあれってなるじゃん。ストックさんとの契約が切れるから、あれ満足してたはずなのになっていう風にバレるけど、別に水商売とか夜食ならバレないんじゃねえとも思うよ。でも裏引きできんだったらさ、通わなくなるんじゃない男も。だって直接渡した方がいいじゃんってなっちゃうじゃん、直接受け取ってくれるんだったら。でお前継続率悪いぞってなの、他と比べて。キャバ嬢もお店を通して来てもらった方がお店内のランキングが上がるわけじゃん。ってなるとそのお客さん以外のお客さんも取れる可能性が出てくる。看板嬢になったりとかね。だからそれこそストックさんに在籍して案件いっぱい取って、ストックさん内で上位を目指すのと同じ構図ってことだよね。例えば動画編集としては青くんが紹介されるからクライアントがどんどん増えていく。だから1クライアントを中抜きされないためにそんなことをやっておくと、ストックさん内部では案件の切れたやつって見られるのよ。ってなるとストックさんから案件が来なくなるわけじゃん、はいはい、っていうようなイメージと一緒かな。みんなが知りたいシャンパンの種類と大体の値段を把握しておきたい。大先輩がもやけようよとかのんびり焼けようよって言ってるけど、今自分はいくらのものがここにあってこれ飲んでるのかが大体把握できないと、そしたらさ、あ、この人はこれぐらいのシャンパンをこの女の子に開けてるということはガチなんだなみたいなのがさ、大体把握できるから。色とかもあって、アルマンドも金色のやつがあったりとかね、あとまあロゼとかいろいろあるんだけど、上になると結構変わってくるから、むしろなんかその序列を知っとくのがいいのかなっていう感じがあって、はい、例えばベレーポック、これはなんか中堅みたいなイメージ。いくらぐらいなんだよ。お店によるけど10から15ぐらい。中堅で10から15ですよ。任天堂スイッチ6個分もっとお店によっては高かったりするんだけどね。そうめん、よく聞くよく聞く。もうちょっと20前後が多いかな。20前後なの。あれそうめんの中でも種類いろいろあるけどね。そうめんってなんかさ、とりあえずみたいな感じで入れてない皆さん。もしかしたらそうめんの安いやつかもしれないよね。そうめんもなんかそうめんブルット、そうめんロゼ、そうめんブラックとかいろいろあるから、一概にこんぐらいですよって感じじゃないんだけど。なんちゃらロゼってよく見るのはどういう意味なの。アルマンドロゼ、そうめんロゼ、いっぱいあるじゃん。そうめんで言うと、そうめんブルットっていうのは10万ぐらい、そうめんロゼっていうのが15万、そうめんブラックっていうのが30万みたいな感じかな。そうめんプラチナ20万。設備語みたいな感じなの、種類みたいな。アルマンドとかそこら辺入れてると、あ、結構ガチなんだなみたいな、勝負仕掛けてきたなみたいなイメージかな。信号機ってのは何。信号機って、アルマンド信号機だから。そういう風にアルマンドにもいろいろ種類があって、ゴールド、ロゼ、グリーン、この3つがあるのよ。どれ開けようかなみたいになるわけよね、普通は。なんだけど全部いっちゃうと、ゴールド黄色だよね、でロゼが赤系なのよ、グリーンが青、まあ青じゃん、信号機っぽいんだよね、全部入れちゃうと。それだいたいね、100弱ぐらいかかるんだよ、それ信号機一発やると。お店にもちろんやるんだけどね。あくんあんの信号機。ん、信号機作ったことあんの。まあ、あるんかい。いや、まあってな感じかな。だからブーブーイエローは比較的安いのよ。ジャブ売ってんなみたいな感じかな。クリックはクリックよく聞くよ。結構するよね。でもクリックも一番上のやつで4、50万、ロゼで10万ぐらい。ブーブーイエローとかは2、3万、高くて5万ぐらいかな。シャンパン開けるぜ、おい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 みたいな空気でブーブーイエローっつったらなんかあいみたいな感じになるっていう。2万もすんのに。ジョーからしてみたらね、ブーブーイエローがいいっつって。え、飲むヨーグルトは1万円ぐらいじゃない。飲むヨーグルト1万円もすんの。あれ女の子に開けたらね。マジ気軽に飲ませてたよ。タポタポになってた。あれ挨拶代わりのシャンパンみたいな、初めましてよろしくお願いしますのシャンパン、ブーブーイエローかもね。ある程度仲良くなるというか。となるとまあそうめんとかベレポック、クリック行こうぜって時にはアルマンドとかなんじゃない。それぞれ2種類があるからね、違いには言えないんだけどね。そう考えたらムービーハックス高くしてもいいな。シャンパン1本分以下でしょ、半本分ぐらいでしょ。次の日のおしっこよ。もっと価値あるよ。値上げ値上げ。最近思うのはさ、昇流ってあるじゃん、お金の流れ的な。 B2C をやってる事業オーナーがいて、そこから B2B の会社にお金が流れてくるじゃん。そこからまあフリーランスがになってくるわけじゃん。でまた作業者がいると。例えばうちのチャンネルで言ったら、俺らが事業オーナーになってるわけだよね。 YouTube チャンネル作ってきますってので YouTube のディレクターに発注して動画編集がいるわけじゃん。ってなってくと、昇流の一番上はキャバ嬢なんじゃないかっていう。違うよ。でそのキャバ嬢がホストに貢ぐから、昇流の一番上はホストだよ。あれはホストに貢いでるって考え方をすると、やっぱリスペクトは欠かせないよね。そんな感じ。いや勉強になりましたね。やっぱある程度ビジネス力がないと、そもそもこういうキャバクラにすら支えられないわけですよね。だってこういう場所で飲んで、言うてもこれが出会いになってビジネスが加速して回収してるっていうのを繰り返してないと、キャバクラには生き続けられないわけですよ。だから先輩の経営者もちゃんと意味がある人と飲みたいし、かつ楽しかったら一番いいよねっていう感じなわけじゃないですか。ちゃんとね、だから若くして結果を出せるようになると結構誘われるようになってくるわけよね。それでちゃんと楽しんでいくと。
と。向こうもただ若いだけの人とはね、キャバクラさせてくんないしね、通えなかったら向こうもなんかね、女の子にも悪いしね。フリーバックね、フリーバックできるくらい稼いでる若者をみんな連れてくわけだからね。だからまあやっぱりね、この動画見る前にちゃんと稼げるスキルを身につけてほしいなと我々としては思うわけです。今回シャンパンが50万円のところなんと無料でマーケティングが勉強できちまうと。シャンパン1本分よりは絶対価値あるからね。ああ確かに同伴料分ぐらい取ってもいいかもしれないけどね概要欄にあるサカアンダーオーのマーケティングメルマガ、こちらも非常に有益なものとなっております。皆さんね、メールアドレスポポッと入力していただいて、ポチッと押していただいて、毎日届くメールを読んでいただけたら、きっと1年後にはキャバクラに行きまくれてるんじゃないかなと。稼いだ金をキャバクラに落として、幸せなキャバクラライフを、歌舞伎町との幸せな生活を過ごしていただければなと思います。というわけで今回は以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。